はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。榊ゆうや、いや、ハオリューザークです。さあ、本日なんですが、診断で実装されたこのダルマカルマとかいう、まあ、ぶち壊れカードがめちゃくちゃ強いという話、巷では話題になっているんですけども、このカードですね、覇王神器だということが判明しました。はい、これどういうことかと言いますと、まあ、ダルマカルマっていうカードの効果がですね、フィールドのモンスターを全部裏側にして、でその後、表側で存在していればモンスターが、そのコントローラーは自身の表側表示モンスター全部防御できなきゃいけないっていう、だから全部裏にできるっていうのがめっちゃ強い効果なんですね。で、完全体制もしょれる、なんかアルティメットファルコンとか、まあ、アライバルとかそういうカードもプレイヤー自らの手で墓地を食らせるっていう効果なので、まあ一応その体制を貫通して、全部ぶっぱできるっていう効果なんですけども、これ誰分かるわけよね。自分のモンスターも相手のモンスターも裏側にできるのもめっちゃ強いんですよ。でしかも通常トラップってことで、まずね、ラビリンスで簡単にセットすることができると。で、覇王竜ザークの効果ちょっと思い出してほしいんですけども、覇王竜の魂で出てきたザークの効果ね、まあ、ザークって聖騎召喚もまあできるんだけど、聖騎召喚結構ちょっと難しいから、まあ、基本的には覇王の魂1枚で出していくんですけど、これでライフを半分払うとザーク出てきますよ。で、エクストラデッキから超過限条件無視しますと。で、効果を無効にして特殊召喚すると。ただ、ザークってのは出た時の効果が、強制効果になってまして、特殊召喚成功した場合、相手のフィールドのカード全部ぶっ破するよっていう効果なんですよね。で、これが、ちょっと遊戯王の特殊な最低なんですけども、裏側にする場合、例えば月の書とか、まあ、今回のダルマカルマみたいな、こういうカードの効果で裏側にした場合、効果無効が、消えて、有効になるんですよ。だから、ザークを出すこの魂とダルマカルマが揃ってセットできた場合、ザーク出てきて、チェーンダルマカルマすると、相手のカードがなんとね、全部っぱできるんですね。魔法トラップ、モンスター、全部。これめっちゃ強くないですか？で、しかもこのコンボがなんとその、ラビレンスでかなり揃いやすくなってるんですよ。はい。というわけで、今回は、トラップ軸、罠軸、覇王ダルマラビリンス組んでいきました。まあ、普通のラビリンスの、動きの中に、まあ、一応、家具は 1枚だけしか入れてなくて、アリアンだからサーチする用の、まあ、あとはもうほとんど永続トラップとかで、ね、固めてます。はい。で、一応まあ高校結構永続トラップをパカれれば、まあ、割となんとかなるっていうのと、先行であればガンク制、して、まあ、さっきの動き決めていければいいのかなと思って組んでますが、割とですね、なんか思ってたよりは、皆さんの想像の5億倍くらい強いです。はい。なんかふざけて作ったんですけど、なんか皆さんの想像の5億倍くらい強いっていうことだけ言っておきます。はい。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、世界を一つにしていきましょう。世界を一つに。今こそ。統合召喚。これなんか、これなんか、ダルマ覇王揃ってんだけど、これ世界を一つにできそう。さあ、強欲で謙虚な壺発動。非常に謙虚なため3枚、デッキトップをめくって、あー、これはエクレシアだね。で、エクレシア召喚まで、はい。で、効果発動、ドラグマン系カードを持ってくることができちゃうんですけども、なんかありますね、あれってね。ウララですか。ウララは打ってくれるとここめっちゃ嬉しいです。ちなみに、なるほど、ウララすっやってくれるからね、たまにね、エグレシアも割と仕事してくれる。で、4000度。ちなみにこのデッキのいいところはマジで単価短い、マジでめっちゃ単短いから割とね、相手に迷惑をかけないっていうのがいいね。はい。まあ相手のターンには罠デッキだから、まあ結構動くんだけど、ウェディケー。あ、まあでも、まあ、いい、フェンリルはとりあえずいいや、スルーで。はい。特殊トリラーは、多分ね、盤面的にどこのタイミングでっていうと、まあ、エクシーズした後の、ライズハートかなが、一応、多分スキーが一番できると思うんで、そこか、まあ、普通にちょっと、普通にアーゼウスとかになろうとしてくるんだったら、まあ、そこのタイミングでって感じなんだけど、ユニコーンね。はい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 、いいでしょう。で、バースの効果で、召喚して、ユニコーン効果でパワーピアス持ってきてみたいな動きですかね。はい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 、いいでしょう。まあ、こっちが効果使わなければフェンリル君もユニコーム君もまあ一応黙ってくれてるんで、まあ、とりあえずは大丈夫。一応ね、覇王竜のこのダルマコンボは月の書とかでもできたんですけども、トラップカードなんでね、ダルマが。しかも耐性貫通するんで、なんかめちゃくちゃ優秀です。このシャングリラみたいな効果破壊ってここだと思うんだよね。だから
俺ここなんだ多分やるとしたら。ハオリーの魂発動、4000ライフを支払い。誰？いやーそうなっちゃいます。ビッグエルカムって一応イクレシア回収するか。イクレシア回収しましょう。ビッグ&エクレシア回収ムーブ、うらら。なるほど、やるやんけ。ラビ出す、ラビ出すか。ラビ出して誰待ちにすればいいな。待って、ゾウジー前に出したい全部。レディー・オブ・ザ・ラビリンス特殊召喚したいです。これで誰間に直接チェーンすれば、まあ一応セットできるかもしれないね。なんか、まあ、これドラゴンパニッシュメントもあるから多分ね、まあ、追加でなんか出てきたとしてもなんとなんじゃねえかと思うんだけど、ビッグは無理でしたと。で覇王竜が爆誕します。うおー統合、いやインチキ召喚でザーク効果チェーン、ダルマカルマうわー、ザークの効果を裏側守備表示にすることによりよし、そしてチェーンもできる。これでザークの効果は裏側になって有効これがハオダルマコンボ。何セットしよう、ビッグでいっか、ビッグでいいや。さあこれで全てのフィールドのモンスターが裏側になり、相手のカードだけ全部ぶち壊される。ずっずこれが最強ムーブです。エンド来た強すぎ、強すぎる。ちなみにダルマカレマで裏側になったザークは定時退社しません。なんか違うモンスター扱いになって定時退社もしないというね、あまりにもクソ強い効果になってます。これ反転召喚と反応する、足ねえか。でザーク、これって打点足りてんだ、これ投げるからなんか余計なことしないで。バトルフェーズ入っ、まあ、スキックシャ出てくるっつったらビッグでなんとかできるんで、バトルフェーズですねめっちゃイージーだったんだけど、やべえ神試合できたわ。うわー対戦ありがとうございました。強ないこのコンボ、実はもしかして最強デッキ爆誕した。あーなるほど、だるまきすぎだね、だるまきまくってんの微妙なんだよな。ピュアリー、あこれ深淵の宣告者刺さりそうお守り、お守り深淵の宣告者、結構、まあ、サンセルウォー入ってるんでね、今回ねデッキの中に入れてんですけど、まあ、ピュアリーを一応高校がしょれるようにね。いやこれね、まあ言うて盤面にはよるんだけど、エクスピアリーノワール君は闇属性天使宣言してあげれば、吹き飛ばせるかもしれないね。ストリートマンのが7素材ノワールで何枚ドローしてんだこれ、うざすぎ。参戦の号も来た、いいじゃん割と。この参戦の号もこれアクティブになりますね一応、ノワールが、ドローしてくれるんで。いやうぜ、でも強え、でも強えんだよな、でも強えんだよ。で G ね、あま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 あ、まあ、そんなに得しようかはしない予定なんで、まあ別にいいでしょう。一回宣告者発動して、闇、天使、まあ、とりあえずノワールしましょう、とりあえずね、まずは一旦はい。あーまあでダメージが受けないね。あーオッケーいいよ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、そりゃ全然いいっすよ、全然いいっす、全然いいっす、全然オッケー。さあお前のお手で墓地の二度目マイフレンドは発動しないアリアンナ召喚効果発動、さすがにビッグか、これさすがにビッグくせえな。これビッグ持ってくる、うららなさそうだね、まあ、じゃあ普通に参戦打っていいかな。なんかチェーンなさそうだったんで、これ5通りますね。ああ、いや、行きやすそうですね。あ、じゃあ、これ参戦の際からのアーゼンスムーブする。やべえ、なんか、めっちゃ綺麗に高校まくり系カード引いてるだけみたいだけど。なんか美しい高校まくりカードの連打によって、相手のモンスターまずパクります。マイクレンドとストリートあると、ちょっと非常にめんどくさいので、こうしまして、で、バトルフェンス入りましょう。で、ダメージはないんで、このターン。相手ね、でメイン2入って乗っけまして
流しちゃうか。マイフレンドもストリートめんどくさいから一回、まあ、1枚ドローで流せるんだったらまあいいでしょう。オッケー、これで1000個逆転だな。これで一応セットエンドですね。セットエンド。これで、まあ一応アーゼウスは置物なんですけど、ビッグエルクまで戻せるコストなので、まあいいとして、まあ裏ないの分かってたらね、普通に後から、ラビリンス消化は全然あったと思うんですけど、参戦の後に裏打たれるパターンを一応考えると、まあ、ラビリンスからでもいいかなといったところなんですが、リリーはいいでしょう。リリーは OK です。で、マイフレンド、結局持ってくる。結局マイフレンドは持ってこられると。まあ、こっからでも勝負は。いいだろう。バカムジーナ。ドラゴンパンチまで撃つかも。もう消すわ。モンスター減らそう。これまあ、多分効果破壊守ってくるんだったらそれはそれでいいわ。あ、守ってくるか、OK。で、ハッピーメモリーで、ね、それね、多分ね、だるまでね、いけんだよね、その、あとあと、なんか全部裏返せば多分いけるから、これまだ何も打たなくて良いんじゃないか。だるま、彼は2枚は結構強いと思うけどね。で、ビュアリーリリーを破壊から免れていく。なるほど。まあ、一応、ヌトスは遅れる。でも、破壊はされない。で、ヌトスの効果一応発動する。はい。で、一応、マイフレンドは破壊しましょう。さあ、マイフレンドを破壊させてもらって、マイフレンド、これで一応、すびかれてると、まあ、ワンチャンもう一回発動されるかなっていうぐらいだけど、まあ、大丈夫でしょ、そんな。もう2枚いってるからね、相手。アーゼウスで一回流してるんで、マイフレンド2枚しかなくて。で、手札1枚だから、こうして、多分ね、これでね、これでいいね、白金の城のラビリンス爆誕させて、OK。で、手札戻すのアーセウス。で、白金効果発動して、これ一旦さ、これ手札でいいんじゃねえかな。手札のカード破壊するでしょ。で、手札1枚。あと1枚。これでだるま。これで多分大丈夫。これもう相手動けないはず。そこまでもコストないもんね。よしよしオッケーオッケードロー。ウェルカム。反転。ビッグ、オッケー。ビッグセットか。ビッグセット。パニッシュメントよりもビッグの方がいいね。ビッグセット。オッケーで、バトルフェーズ入って、黒い方をぶっ殺して、で、あれピュアリーな、スピュアリー、いや、スピュアリー一体だったら大丈夫っしょ。エンドですね。で、一応ビッグあるんで、もう一発、白金ちゃんの効果発動できるし、まあなんなら誰もあるし、多分もう大丈夫だろう。あと手札1枚から返せないっしょ、さすがに。エンドフェイズだよね。そうなんだよね。さっきウェルカムからかな。ウェルカムラベレンスの効果によって、姫様をお招きしていくスタイル。特殊が。はい。で、効果ゾウ。で、これ持ってくるでしょ。で、あ、間違えた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 間ぐちゃ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 ってた、ぐっちゃぐちゃになってしまいましたが、あ、ピュアリープ、なるほど。はいはい、了解しました。普通に意味わかんないことぐちゃぐちゃしましたが、ぐちゃぐちゃしましたが、これでこうして、もう何でもいいな。うお、バトルフェイズ
最後ぐちゃぐちゃやりましたけどもよしオッケーオー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 ケー。割とハンド強そうじゃないこれ。ここは打たれてもいいな。うらら増字などなど守ってくんね。なんかあんな、ガルーラちょっとなんか打ってくんねえかな。参戦のゴーとかいう最強カード打ちてんだ俺これ普通やっぱり天帝の人マジ強いねこれ。だから引いたカード弱っ。引いたカード世界一弱くてくさで、クレシア、うらうららうわマジかよ。全然打ってくんねえじゃん。チキショウこういう時にね参戦のゴーめっちゃ腐るんだよね。セット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 てか全然お姫様お迎えできるトラップ全然来ねえ。うざ。まあ、あの息を言うとあのいらない方のお姫様めっちゃ来たけどね。パライゾス今センサー結構効くっちゃ効くんですけど、フェンリルが出てこなければ、まあ、結構意外といけるかなっていう。ドラゴンハチメントもあるしね、まあ、なんとかあるんじゃないかと思うんだけど、センサー意外と効くんでね、あのクシャトリアの場合はね。はい、なんで結構だからそのユニコーンとフェンリルが並ぶことはまあんまないかなっていう。あユニコーンオッケー。これね意外といけるんですよ。だからこれあのセンサーをパカッて開けば、は説明しよう。電光石火、このカードがモンスターゾーンに存在している場合、自分のフィールド上にセットされた魔法トラップカードはないと。お互いに魔法トラップカードをセットできないし、お互いにセットされた魔法トラップカードを発動できなくなっちゃいます。つまり僕何にも発動できなくなりました。あざす。ふざけんなよ。なんだ電光石火ってキモすぎだろ。はちょっと電光石火打点上がってんのうぜえな露骨なラビリンスメタやめてもらっていいですか。